王妃のバレーコミックの一場面。バルタザール・ド・ボージョ・ワイユーは、イタリア出身のバイオリニスト、作曲家、振付や演出家である。フランス王妃、カトリーヌ・ド・メディシスに仕え、最初の宮廷バレーと評価される王妃のバレーコミックなどを振り付けたことなどで、舞踊師に名を残した。本名をバルタザールでベルジオ・ジョーゾと言い,い、16世紀初頭に、イタリアのピエモンテ地方で生まれた。 彼は卓越したバイオリンの名手として知られていた。同時代の歴史家、著作家として知られるピエール・ブラントームは、キリスト教国における最も優れたバイオリニストという評価を与えている。ボージョワイユーは、フランス王アンリ二世王妃、カトリーヌ・ド・メデシスに仕えるため、1555年にフィレンツェから派遣された楽団の一員となって、パリに出た。 彼は王妃の二人のこの音楽教師となり、宮廷内での趣向を凝らした催し物の制作に手腕を発揮した。1567年、王太后となったカトリーヌは、傍女ジョワイユに宮廷の音楽監督と主席従者の地位を与え、国王シャルル旧世は宮廷主催の催し物の演出者に任じている。傍女ワイユーは1 5年に開催された仮面舞踏会。 楽園の守りの制作に関わり、1573年には、ポーランド外交施設たちのバレエを振り付けた。ポーランド外交施設たちのバレエは、カトリーヌの息子のアンジューコをアンリに、ポーランド王位を提供するために、フランスを訪問した施設団を艦隊する目的で開催された催し物で、最初にバレエと銘打った作品とされる。ボーはユの名を後世に残したのは、 1581年10月15日に上演された王妃のバレーコミックである。時のフランス国王アンリ3世の長身だったジョワイユーズ公、アンドジョワイユーズとメルクール公爵、ニコラの娘で王妃ルイーズの妹でもあるマルグリットの結婚を祝して開催されたこの宮廷バレーは、死の老唱、気楽と歌と舞踊、演劇、そして、 機械仕掛けによるからくりなどからなる大掛かりな催し物だった。ホメーロスの女ジ師ジ、オデュッセイアから魔女、シルセと英雄ユリシーズに関するエピソードに題材を求めたもので、王女は英雄は台本、振付、舞台の進行管理と総合演出を手掛けた。16世紀には現代に至るまでの劇場の定番である学部地舞台がまだ導入されておらず。 このような催し物は前から見るものではなく高い場所から見下ろすものであった。そのため、王妃のバレーコミックはルーブル宮殿のブルボーン大広間を会場にして多数の踊り手たちが大広間にマスゲームのように規則正しく様々な形の幾何学模様を描き出し、壇上から見下ろす1万人余りの観客たちを楽しませた。この作品の上演は夜の10時に始まり終演は 翌日の午前3時と延々5時間半にも及んだ。制作には100万駅もの費用がかかったが大成功を収めることとなった。作品に出演しなかった定身たちによって差し入りの豪華本が制作され翌年刊行された。この本により内容などの詳細な記録が後世まで留められ評判はフランス国外にまで知れ渡った。傍女は言うわ。 本の前書きで舞踊、音楽、歌唱や詩の朗唱、そして機械仕掛けを駆使した舞台装置の効果などを総合した諸芸術の融合の理念を打ち出した。そして彼はこの作品が挙げた成果に満足したこと。王妃のバレエコミックが成功を収めた後、フランスの宮廷バレエは流星を極め、16世紀の末から17世紀の初めに至る20年の間に、 約800作にも上るバレエ作品がフランスの宮廷で上演されている。この宮廷バレエの流星は、やがて自身もバレエを愛し、踊り手としても舞台に立っていた太陽を瑠い14世による王立舞踊アカデミーの設立につながっていった。ボージョワイユーは王妃のバレエコミック上演から3年後の1584年にフランス宮廷を辞した。 その5587年頃にパリで死去したと推定されているが、正確な没年月日は不明である。ありがとうございます。